C 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。B 級を元に大型化して、航続距離の延伸を図った発展型として、1929から30年度計画で5隻が建造された。クルセーダーをネームシップとして、クルセーダー級と称することもある。イギリス海軍は1924の5年度より駆逐艦の建造を再開し、まず改め、 W 級駆逐艦をもとに第一次世界大戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだプロトタイプとして Amazon とアンバスケイドを建造した後1927から8年度で量産型として A 級続く1928から9年度で紹介性型の B 級が建造された1929から30年度計画での建造艦は B 級をもとにわずかに 大型化し、燃料の搭載量増加を図ることとなった。これが本級である。蒸気の経緯より、設計は B 級をもとにわずかに大型化したものとなっている。選手老型、日本煙突という基本構成や、管内の触角配置は概ね踏襲されたが、本級より、前後部の燃料タンクを隣接させて、油の積み込みと位相を合理化した。また、 環境構造物の設計も洗練され、羅針環境の後部に包囲板射撃塔と即居技塔を装備した。機関構成も AB 級と同様であるが、艦の大型化に対応して、機関出力は従来の3万4千馬力から3万6千馬力に増強された。ボイラーは海軍本部の設計によるアドミラルティ式三同型水管ボイラーを搭載した。蒸気製造は、 圧力 300LBF インに温度摂取315.5度であった。タービンはパーソンズ式オールギアードタービンであり、独立した巡航タービンは持たず、高圧タービンの中に設ける方式とされた。官報は AB 級と同様、45合計 12cm 方4門を搭載した。当初計画では B 級の ブルドックと同様に2番砲に60度の行角が、取れる CP マークサーティン砲画を採用し、広角砲を兼用できるようにする予定であったが、同艦での試験成績が不良だったため実現せず、標準的な弊社砲としてのマークホーティン砲画と組み合わせての搭載となった。また、大日本帝国海軍が、吹雪型駆逐艦で50口径12.7センチメートル砲を、 搭載したのに対抗して、共同艦、ケンペンフェルトで50口径 13cm 砲の搭載試験が行われたが、重量課題であり、間もなく他の艦と同様の4.7インチ法に換装された。近距離用の対空兵器としては、新開発の62口径 12.7mm4 連装機銃の搭載が計画されたものの、開発遅延のために実現せず、 在庫品の39口径 40mm 単装機銃が搭載された。1935年から1936年にかけてクルーセーダーで39口径 40mm 機銃の4連装砲画が,が試験搭載され成功を収めた。水雷兵器としては AB 級と同じく21インチ魚雷発射管を4連装2機搭載した。 ただし魚雷としては AB 級がマーク V を搭載していたのに対し、本級ではマーク4が搭載され、後にマーク9に更新した。一方、B 級では対戦兵器が重視されて対機雷戦兵器が省かれたのに対し、本級では A 級と同様に二足駆逐艦装海具を搭載しており、このため爆雷の搭載量は減少している。また、 第二次世界大戦が勃発すると、生き残っていた艦は護衛駆逐艦として改装され、70口径 20mm 機銃6門を搭載して防空火力を強化、また45口径 12cm 砲のうち1門を撤去する代わりに、ヘッジホック対戦迫撃砲を搭載、爆雷搭載数を125発に増加させている。当初計画では、 ABQ と同様に共同艦及び8隻の建造が予定されていたが、財政禁縮の影響で共同艦及び4席に削減された。その後、1937年から38年にかけて全艦がカナダに譲渡された。第二次世界大戦においては5隻すべてがカナダ海軍の指揮下で、主に来た大西洋での戦団護衛を任務として活動した。 対戦中に2隻が戦没した。生き残った3隻も戦後間もなく解体された。ありがとうございます。